次に杉本和美君。一応維新の杉本和美です。維新無所属の会の杉本和美でありますが、今日はこの分科会、尊敬する後藤主査の議事進行の下で質疑させていただく光栄を、感謝申し上げます。で、今日私の質問はですね、最初に年金の問題をお伺いして、その後、COVID-19 の対策について、で、時間が許せば少子化問題について少し自分の意見だけ解禁させていただければという運びで進めさせていただければと思っています。ではまずはじめにですね、年金の所得代替率についてお伺いをしたいと思ってますが、OECD がですね、Pensions at a Glance 2017と、年金一覧というのを実は出してましてですね、これは代替率の一覧なんですが、参考までに申し上げますとですね、アメリカの場合は義務的加入年金が 38.3%、私的年金が 33%、合計計算すると 71.3%、もう一つフランスが義務的加入年金だけで 60.5% ですね。もう一つ参考に、イギリスが義務的加入年金が 22.1%、私的年金が 30% ちょうど、合計で 52.1% ということです。で、日本のその同時期の数字が、これ、計算根拠とか、いろいろあって、なかなか整合を取るのは難しいと思いますが、日本の場合、義務的加入年金が 34.6、私的年金が 23.1、合わせて 57.7 ということで、数字だけ見ますとですね、この年金の所得代替率っていうのは、アメリカが70で、フランスが60で、日本が57で、その下にイギリスが52であるというように、単純比較、根拠違いますけれども、見て取れるということがあります。そこでなんですけれども、我が党の幹部もですね、現場の年金受給者の方々などからですね、お問い合わせをいただき、また改善要望を受けているというのが、この年金の所得代替率の計算のあり方でございます。それで、今日は計算式の根拠の説明をですね、これは、小島厚労大臣政務官にお運びいただいてご回答いただくというやに聞いておりますけれども、問題意識としてはですね、なぜゆえですね、分母は経費を控除する収入、すなわち分母を小さくする傾向にあると。一方で分子の方は支給額面、いわゆる各種控除の前で分子を大きく見せるというような形に見て取れます。計算上ですね、常識的に考えれば、分母と分子は同じ土俵で計算するべきであると。いう指摘が、この要望をくださった年金関係の受給者の方々や、あるいは専門家の方々等からもですね、この同じ土俵で分母分子を計算するのが日本の年金の所得代替率の本来の姿ではないかと思いますけれども、数字のいろいろなですね、マジックが働いちゃうとですね、数字は高いんだというようなことで、先ほど申し上げたイギリスより高いというような説明が叶うような計算式になっているやに私は見えてしまうんですけれども、この、繰り返しになるかもしれませんが、計算上分母分子が同じ土俵になっていない点と、この計算の仕方をなぜゆえ取っているのか、そして今後もこの計算の仕方を続けていくのか、このあたりについてですね、明快なご説明をいただければありがたく存じます。小島厚生労働大臣政務官。お答え申し上げます。まず委員おっしゃいましたですね、ヨーロッパ OECD 諸国のですねことですけども、私もちょっとこう調べてみましたけどですね、前提となるですね、日本の計算方法とですね根拠は全然違うということがございます。失礼しました。厚生労働大臣政務官の小島敏夫でございます。で、要するにですね、ヨーロッパのですね計算方法と日本は違うということをまず申し上げた上でですね、年金の給付水準を表す指標につきましては、現在我が国ではモデル年金の男子の平均的な手取り賃金に対する比率であります所得代替率を毛差しとしております。その際、現役男性の可処分所得ネットを分母として税や社会保障保険料など
を控除していない年金額グロスを分子と定義しております。所得代替率についてですね、分子を名目の年金額としている、というのは支給する年金の水準を表すものに税や他の制度の変化を受けない名目グロスといたしまして、一方、分子の所得新規最低者にかかる名目年金額が可処分所得の変化に応じて、今は申し上げたのは分子ですけれども、分母ですけれども、可処分所得の変化に応じて変動する仕組みであるため、これまで所得代替率の分母も可処分所得ネットとし年金の水準を表す指標としてきております。2004年に改正から、現在の形の所得代替率の定義は法定化されました。この定義の下で 50% の水準を確保することとしております。物差しとしての継続性も踏まえて引き続き今の形で所得代替率をお示しすることが適切と考えているところでございます。杉本和美君。ご説明はなかなか複雑というか、いろいろおっしゃられたので、可処分所得の変化に対応している2004年からだと、あるいは 50% の水準は守っていきたいとか、あるいは分子がグロスでネットが分母だというようなご説明だったと思います。今ネットとグロスっていうのはゴルフでも最近私はほとんどしてませんけれども、そういう表現がありますが、要はその計算の仕方が分子と分母が違うというのが今まさしくご説明にあったグロスとネットと、分子がグロスでネットが分母と、いうことだと思います。過去からの2004年からとおっしゃっているので、過去からの連続性、そういった意味での理解というのはできるんですけれども、やはりこうすっとですね、腑に落ちるというか、ストンともらっている方々が、あるいはこれからもらう世代の方々が理解するには、この計算の仕方がですね、過去からやってきているとはいえ分かりにくいというのは間違いなくありと思いますし、実際私も財務金融でですね、日本の財政の問題相当問題意識持ってます。そしてこの年金の支給開始年齢を上げなきゃいけないとか、オーストラリアが、2035年15年ぐらい先にですね、その実行を決めるのが与野党合意して70歳から支給にするというようなですね、大胆というか、本当に国家の財政をなんとか守っていくために皆さんにご苦労をおかけするけれども、やはりすぐ変化が起きると皆さん生活がもう立ち行かなくなるから、だいぶ先からそれをお願いするんだということで、15年後からオーストラリア、政権がぶっ飛んだり、あるいは本当に与野党がしっかり合意したりという政治の大決断でですね、そういうことをしてらっしゃるということで、この年金財政の大変なことは私も十分分かっておりますけれども、一方で本当にこの年金を頼りに暮らしてらっしゃる方々がですね、日々何とかやりくりされているという実態もあるので、そして、将来不安があってですね、年金に加入してもしょうがないやというふうに若い方々が思ってしまうような分かりにくいところですと、なかなか年金全体がうまく回っていかないというふうに私は思いますのでですね、そういった意味からはですね、今日は質問だけにとどめますけれども、問題意識としてはこの分母と分子を合わせていくということをですね、政府与党でも、あるいは与野党を超えて、そのオーストラリアの例を申し上げましたけれども、改めて分かりやすいものに変えることによって、将来世代の方々にも未来への責任を我々は果たし、そして現役で今も、現役ではないですね、OB になられた先輩方の年金の安定的な受給についても、なんとか確保していくというような解を見出していくためにも、この分母分子を合わせるということをですね、お願いをしておきたいなというふうに思っております。以上で、質問はこの年金の所得代替率については今日のところはとどめさせていただきます。先般ありがとうございました。もしお忙しければまだこの後ご答弁いただけるのかな。ありがとうございます。じゃあ次にですね、
COVID-19 について、質問させていただきますが、まずもってですね、今日もここにたくさん来ていただいている厚生労働省の方々、あるいは内閣府の方々、関係官庁の方々が本当に頑張っているいただいていることは心から感謝を申し上げたいと思います。しかし一方でですね、ガバナンスあるいはマネジメントというか、対策対処防疫の徹底、こういった点では厚労省の方々が、罹患してしまった、 あるいは内閣府の方が罹患してしまった、あるいは、DMATの方の看護師さんが罹患してしまったという実態があります。そういった意味でですね、今はとにかく終局させていくということが、クルーズ船でもそうですし、市中感染の問題でもできるだけ、そのピークを後ろ倒しにして山を小さくすると、こういう目的に向かって与野党はですね、批判ではなくて、前も予算委員会で安倍総理に申し上げましたが、ワンチームで、とにかく収束というか、このピークを終わらせていくというような方向に与野党が協力すべきだと思ってますが、問題意識としてはやはり終わった後しっかりレビューをしていただく必要があるし、今回防衛省の関係の方々は罹患してないという実態があります。その自衛隊が出てきて何でもかんでも指揮すればうまくいっちゃうみたいなこともあるかもしれませんが、あまりそういうことがその日本の仕組みに馴染むかどうかみたいなところも議論する必要があると思いますけれども、あともう一点ちょっと一方的にお話ししますが、どうもなんか怪しいんでということで保健所に連絡して、この土日祭日ですね、電話が通じないとか、なんか極論はすると保健所も休みだったみたいな話もちょっと聞こえてきたりしております。私もこの間の総理との質疑のところで、これは加藤厚労大臣に答弁いただいたかと思いますが、役所の点でご指摘しましたけど、地方公共団体がですね、土日祭日ちゃんと問い合わせに答えられてるんでしょうかと、しっかり徹底お願いしますということを申し上げましたが、ちょっと幅広く言えば、その役所だけじゃなくて保健所もいまだですね、ここに至ってもその対応ができてないんじゃないかという心配をしています。ここの部分についてはまた土日は来るわけですし、この1週間2週間が瀬戸際だということを中心的な専門家の方がおっしゃっているわけでありますので、このお席を借りましてですね、ぜひ土日祭日あるいは24時間体制にできればですけれども、保健所の対応もですね、まずは保健所にって言ってるんですから、そこがやってないっていうようなことがあってはならないと思いますので、お願いをさせていただきます。さて、先ほども安藤先生が、やはり手洗いとかそういうことを徹底することは大事じゃないかということをおっしゃいました。ここから質問に入ってきますけれども、予防方法、初期対応の仕方、国民への伝達という点においてですね、AC ジャパンを使って広告してはいかがですかということで、12日のテレビ入りの質疑で総理に申し上げました。私は即刻とかいうか、翌日13日にデモというふうなお願いをしましたけれども、日にちは少し経ちましたけれども、総理は2月17日から開始をしたということを予算委員会の答弁でもされてますし、インターネットのテレビ広告も、インターネットの政府広告というんですかね、これも見させていただいて、シェアさせていただいて、我が党の幹部はじめ、皆シェアをして、できるだけいい意味 その拡散をですね、感染症は拡散しちゃ困るんですけれども、この予防策については拡散させていただいているということなんですが、一方で、これは NHK のですね、独立性という点はもちろん担保する必要があるんですけれども、一瞬だけ NHK で私ですね、夜の首都圏ニュースの直前にですね、この予防策について何か注意喚起しているプログラムを見ました。これはコマーシャル的なスポット的なものを一瞬見たんですけれども、それ以降ですね、番組の中ではいろいろと手洗いしましょうとか言ってくださってますけど、例えばですよ、これは番組でストップ詐欺被害とかいうのが今やってますね。しかしストップ詐欺被害、恒常的にある詐欺、昨日もフィリピンでなんか逮捕されたりなんかして日本に来たり戻ってきたり召喚されたりしてますけれども、例えばストップ詐欺被害だとか、あるいは7時、夜の7時の19時のニュースの前の時間、
あるいは今申し上げた首都圏ニュース20時45分の前の時間、この時間がですね、ここのところ私あえてその時間を見るように NHK 見てますけれども、まあ、残念ながらですね、今日の番組の紹介とか、あるいは今日の BS の番組こんなのありますとか、まあ、あの視聴率取らなきゃいけないのは民放ですよ。で、まあ、NHK も高い方がいいでしょう。しかしね、インターネットで政府広告見れる若い人たちは、スマホ持ってる人たちはいいんですけれども、おじいちゃんおばあちゃんが見るのかと、スマホをということを考えると、まさしく高齢者は命の重症化する重病化するリスクがある方々に対して、まさしく NHK 総合放送総合チャンネルを頼りにしている人たちに対してですね、まあ、そういったスポット的な報道を NHK がしてくださってんのかという点を見ると、私がチェックした限りは1回だけしか見てないということです。公共放送に鑑みればですね、まさしくこういった時に、本当の危機的な時に手を洗ってもらって、最終的な、まあ、瀬戸際という言葉が1、2週間の瀬戸際という表現が専門家からありましたけど、まさしく防疫する、病気にかからない最後の瀬戸際は一人一人の手洗いであるわけですね。そういった意味で、そこの徹底を政府ももっとですね、厚労省さんも NHK に、まあ、この、総務省が介入したとかですね、いろいろ議論があったりしますけれども、まあ、丁寧な言い方をしつつもですね、こういった、まあ、スポット的な予防対策の徹底を NHK にもっともっと強く働きかけるべきかと私は思ってますが、現状認識としてですね、具体的に厚労省さんはどんな感じで NHK がスポット広告してるのかしてないのか、あるいは強く要望してるのかしてないのか、まあ、こういった点について、小島政務官からご答弁いただけんでしょうか。お願いいたします。小島厚生労働大臣政務官。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症につきましては、国民の皆様の感染症の基本的な知識や予防策などを正しくご理解いただくことが重要であります。さまざまな媒体を通じまして情報を発信しているところでございます。放送事項に係る要請は、放送法上国際放送等の実施要請に限定されるものと承知をいたしております。議員ご指摘の NHK のへの依頼は行っていませんが、テレビを活用した広報としては、政府において作成したスポット広告を各社にで放送いただき、国民の皆様に感染を予防するための手洗いや咳エチケットなどの重要性をお伝えしてまいりました。国民の皆様の不安を解消するために、声に加える体制を整備するとともに、正確な情報の周知を行うことが必要でありまして、各報道機関に対しましても、報道の自由を尊重しながらも、各報道機関が正確な情報を発信できるよう、引き続き最大限努力をしてまいります。杉本和美君。答弁ありがとうございます。最大限努力をするという言葉があったんですが、最大限の努力にはですね、 NHK にも圧力じゃないんですよ、圧力かけると問題になってですね、ということなんで、お願いベースで政府与党がですね、あるいは与野党一緒に行こうじゃないかと、たまにはということで、野党第一会派の方と一緒にですね、要望に行くとかですね、そのぐらいのちょっとなんていうんですかね、懐の深さみたいなのを持ちながら、そういった要望をしていくことによって、一人でも多く命を守り、罹患する人を減らすというようなことをぜひぜひしていただきたいということをお願いしたいと思います。NHK のですね、新会長が変わられまして、中立構成でいくとおっしゃられてます。会長からも圧力がかけられなくて、会長も番組 その編成の方にですね、プロデューサーなのか分かりませんが、お願いをしなきゃいけないような、まあ、そういった、放送の独立性というのは絶対に担保しなければなりませんけれども、一方でですね、本当にこういう事態で自分たちの自覚として、私は BBC だったら流してると思うんですよ。しかし NHK 流してくれてるのかっていうと、ちらっと見た程度だなっていうんじゃね、あ、また今日もやってくれるぞと、
おじいちゃんおばあちゃん意識してるかと、もう90代80代の方々がですね、もうスマホいじらないわけですから、パソコンいじらないわけですから、で何かといえば NHK しか見れない地域もあったりするわけですから、そういう意味ではですね、ぜひより積極的にですね、そういったお立場で今小島政務官いらっしゃるんで、党内の、省内のですね、ことでもそういったことが、まあ、杉本が言ってたということは私の公明は結構ですけれども、そういった要望があるということをぜひ、お願いしたいと思います。次にですね、交通機関の除菌感染予防について確認をしておきたいんですが、今韓国がですね、その宗教法人の関係で、新興宗教の関係で急に、感染した方がどっと数字が増えたりしている中で、まあ、ニュースなんかで見ますとですね、うわーっとこう消毒をしているようなシーンを、飛行機の中だったり、あるいは建物の中だったりっていうのを見ますけれども、なんか日本のニュースではそういうのはあんまり出てこないっていうのが率直な私は印象でしてですね、この間の国土交通大臣が、だいぶ屋形船の時にタクシーの運転手さんが発症してですね、その方は TBS のなんか、TBS と個名を言ってもいいですか、そういう個別にインタビューを受けている中で、あなたは陽性になりましたみたいな、そういった、突然、実は発症してたというか、陽性になったという報道がありましたけれども、タクシーについては、国交大臣はですね、視察をされて除菌の状況とか調べておられるんですけれども、密室に近いようなですね、飛行機の中だとか新幹線だとかで、実際にこれまで市中感染のような形で発症した方が新幹線に乗って出張してたとか、航空機に乗って羽田から富山に行って、富山から岐阜に行って岐阜の白川郷を見たとかですね、そういう事例が出てきております。そういった意味で、除菌とかはきちっとされておられるのか、あるいは地下鉄、あるいは、在来線等の換気とかですね、そういったことはされておられるのか、それについて、あくまでも自主的にやっていただいているのか、政府から要請勧奨をしているのか、こういった点を、確認をさせていただきたいとお願い申し上げます。いいですか、お願いします。小島厚生労働大臣政務官。お答えいたします。委員ご懸念のことは十分に理解できます。感染症の蔓延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするためには、感染症の発生状況等に関する情報を積極的に公表する必要があります。感染症に関する情報公開につきましては、公衆衛生上の必要性と個人情報保護にかかるリスクと比較考慮いたしまして、そもそも公衆衛生上の必要性を欠く場合や、個人情報保護にかかるリスクが公衆衛生上の必要性を上回ると考える場合につきましては、情報は公表しないということにいたしております。また自治体等を通じまして、行動歴等の詳細確認を終えた後に濃厚接触者が特定できた場合につきましては、そのルールが分かってますから、公表してないと、公表する必要はないというふうに考えております。いずれにしましても感染症に関する情報の公表に当たりましては、適時適切な情報の公開が必要と考えておりまして、今後とも個人情報の保護に留意しつつ、必要な情報を公表に努めてまいりたいと考えております。国土交通省磯野大臣官房審議官。委員ご指摘の公共交通機関の対応につきまして、ご答えいたします。多くの方々が利用する、鉄道車両内や航空機内におきましては、新型コロナウイルスの感染対策を一層強化していくことは大変重要でございます。国土交通省におきましては、鉄道や航空をはじめとしました公共交通機関に対しまして、従業員のマスク着用、手洗い、消毒液の設置等の感染予防対策を徹底することの要請を行ってきたところでございます。
具体的に申しますと、新幹線全駅等への消毒液の設置、外国航空会社を含めました日本と中国本土の間を運航する航空機の機内消毒の対応を図ってきております。国土交通省としましては、引き続き事業者における感染防止対策に向けた取り組みの着実な実施を徹底してまいります。なお、お尋ねになりました、鉄道車両内の換気につきましては、厚生労働省より有効な手段である可能性はあるものの、現時点では基準として示すには、確実な科学的、疫学的根拠をもって論じられる段階にはないと伺っております。杉本和美君。疫学的問題ないかもしれないですが、地下鉄も含めてですね、換気とかぜひ私はお願いしておきたいなということだけ。これは素人考えかもしれませんが、一応そういう要望が私の周辺からはありますので、お伝えしておきたいと思います。次にですね、ちょっと関連で重なるかもしれないので、私が指摘だけにとどめたいと思いますけれども、地方公共団体任せでですね、和歌山県はかなりよく開示している、名古屋市もよくかなりよく開示している、大阪府もよく開示している、北海道は一泊置いて2回、情報発信があって、ようやっとその内容が罹患した人の情報が出てきたみたいなことでですね、いわゆる地方公共団体任せで、その感染者の経路と、今おっしゃってた個人情報保護というのは分かりますけれども、一方でここに至ってはですね、風評被害も、個人のいわゆるこうなんていうんですかね、いじめみたいな話も出てきてますけれども、一方でやはり最大の目的はいじめ対策ではなくてですね、罹患しないというところに目的を置くべきだと思ってますので、そういった意味で、地方公共団体にこれ、投げちゃうんじゃなくてですね、やっぱり厚労省が、政府がリーダーシップを持って、質問しないですけど、リーダーシップを持って、この情報の発信、経路の情報開示、こういったことをしていただきたいなと思っております。時間もなくなってきました。それではクルーズ船のことについて、ファクトファインディング、いろいろですね、情報が出てきて、レッドゾーンとグリーンゾーンだとか、いやそれは一面的な意見だとか、いろいろこうネット上も拝見して、現場の声を聞くことは大事だと思いますが、一方で総合的にやはり判断することも大事だと思っています。ただ、事実として私は確認をしておきたいということで、私が質問したのが2月12日ですが、12日よりは13日の方が切りがいいかなと思ったので、2月13日という24時間を取ってですね、これを一断面として、このクルーズ船についてですね、厚労省さん、あるいは内閣府さん、専門機関、防衛省さん、何人入っていたのか、そして何人入っていたかの内訳もですね、例えば、長期間きちっと専従で入っている人、臨時で入った人、そういった区分けを少ししていただいて、ファクトファインディングとしてですね、事実認識をしておきたいので、この2月13日の24時間についてどういった方々が対策本部が外にあるとか中に入った方はたくさんいると思いますけれども、状況にあったかを確認させておいていただきたいということでお願いします。委員長。小島厚生労働大臣政務官。お答え申し上げます。ダイヤモンドプリンセス号の検疫に関しまして、現地で業務に当たっているものは2月13日時点におきましては、医師41名、看護師42名、薬剤師24名、そのほか事務職の検疫官など18名、現地対応を行う厚生労働省の職員等は19名でございます。の合計が144名が業務に従事しておりまして、このうち6名の者は一度も乗船せず船外で業務に従事しております。そのうち専従者の定義が不明ですが、当日の検疫、応援していただいた者は115名でございます。政府としてはまずは国民の皆様お一人お一人の命と健康を守ることに全力で取り組んだ後に、一連の政府の対応につきましてもどのように評価するか、適切な検討を行っていきたいと考えております。
杉本和美君、ちょっと民放の報道にもあったんですけども、今、厚労省さんの数字っていう認識でいいんですかね、それとも内閣さんも入ってるのか、専門機関も入っているのか、この辺がわからないのが一つと、もう一点は最大のポイントは防衛省の関係の数字を全く把握していないっていうことですね。後藤秀さんどうでしょうか。そういった意味でですね、ちょっとだけ喋らせてください。やはりこの全体でどうやってこのオペレーションしてるんだと、で司令塔は一体誰なのかと、防衛省なのか厚労省なのか、いやそこは完全に分離したものになっているということがあれば、またそれもまたですね、実は政府の中で、実は統一が取れてないっていう認識にならざるを得ないんで、いや今はとにかく解決することですよ。しかし今後似たような疾病が起きたときにどう対処するのかみたいなことも含めて、これはしっかり把握しておく必要があると思いますが、さらなるご答弁があれば確認をさせていただきたいと思います。小島厚生労働大臣、先ほど答弁しました先住者のですね、人数を115名と申し上げましたが114名です。訂正します。そしてですね、防衛省、DMAT が70、防衛省が31、その他の機関が14名という数字を把握しています。杉本和美君、ありがとうございます。いっぺんに答弁いただければ防衛省もじゃあ把握できてたんじゃないかということになったのかもしれないんですが、なんとなくですね、今のご答弁聞いてても正直申し上げて、厚労省さんの指揮命令ラインと防衛省のライン、その他の方々みたいなところとか、あるいは船内に入っている人と外の本部にいる方というのが分かりにくいと思いますので、こういった部分は改めてレビューをしていく必要があると指摘申し上げまして、時間となりましたので私の質疑を終了させていただきます。ご答弁ありがとうございました。これにて杉本和美君の質疑は終了いたしました。次に山野井